皆さんお疲れ様です。コンテストということで多分今発表を前にドキドキしてると思うんですけどもね、出場校の中には去年、秋に、神戸でジャズピクニックというなんか催しがあった時に、ご一緒した方たちもいたりして、僕も年間に、もう何度も地方だったり東京だったり、中学高校、まあ、小学校もありますね最近は。ジャズバンドの、まあ、クリニックだったりゲストで呼んでもらったりいろんな形でジュニアの方たちと接する機会があるんですけど、本当に最近のジュニアの子たちっていうのはうまいですね。もう今ジャズ界でもね天才少年少女だらけなんですよ。もう一番まあそうですね、皆さん関西だからご存知だと思いますけども、今もう12歳になったかな、大河君っていうね、鬼塚大河君っていうドラムだったりとか、もう今高校生なんかももう当たり前のようにね、CD を出したりしてます。そういう時代なんですね。もう私たちが若い頃には考えられないことですよね。本当に音楽的な環境とかあとインターネットとかね、そういうことでもう情報がたくさん入ったりとかいろんな要素はあるんでしょうけれども、でも本当にジュニアのうちに、音楽に接するっていうことはね、本当に吸収する速度がもう我々の100倍ぐらいあると思うんですよね。もう僕もクリニックに行って何か一つアドバイスをするとあっという間にそれができるようになっちゃうっていうのはすごいことだと思うんです。それでこういうコンテストがあってまたそれに向けてねみんなで頑張ってっていうモチベーションも、あるだろうし、将来本当どんなことになるのか末恐ろしいと思うんですけども、僕も今専属音楽大学という音大のジャズコースで教えているんですけれども、みんなプロになりたいって憧れて入ってくるんですね。いろんな人がいます。そして、普通の仕事にやはり戻っていく人でも、音楽を夢見て続けていく人いろんな人がいますけれども、やっぱり音楽特にジャズっていう音楽は一生できる音楽だと思うんですね。ご覧になってわかるでしょ、ね、本当に大人ができる音楽、一生かけてやる価値のある音楽だと思うので、どんな形でもいいので皆さんぜひ今始めたこの音楽ジャズを一生続けていただきたいと思います。そしたらまた何かの機会にお会いできたり一緒に演奏できたりすることもあるかもしれないと思うので、ぜひ続けてくださいね。今日はいい結果になることを願っております。頑張ってください。お疲れ様でした。若い方たちもどん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 ね、もうすごい音楽をされるんですけど、私らは私らなりにですね、いろんなところでヒーローズジャズオーケストラとしていろいろ頑張っていきたいので、どうぞ私らの名前も覚えておいてもらえたらなと思います。では最後の曲に行きたいと思うんですけれども、最後の曲ですね、ちょっと皆さんにお手伝いをしてもらおうかなと思うんですけども、皆さん叩いていただけますか。皆さん緊張ちょっとだけ皆さんの